春の腰に蹴ち羽山ひでくパープルアイひのにゃんまるよしかなとくかりあげくんささびわか近いしとも本ゆるい人々こじやすしおのさんけんつうドラマさかんのさんはまちゃんこんにちは。エディアスキューありがとう。えひんやかなたか。クラッシャーのぶ、こんにちは。エディアスキューありがとう。キュンパ、ありがとうございます。チャッキーべ、あっちゃん、ダスティン。テッドさん、こんにちは。さっきさん、キュンありがとう。ポム、ニャンタ。さっきさん、チャキベキありがとう。ピアノマン、サイファー。こんにちは。物販。こんにちは、ありがとうございます。ヒカルダルマ釣りありがとう。カネコン黒翼さん、こんにちは。ありがとうございます。やっちゃん、今日ありがとう。まっしろ、こんにちは。ありがとうね。あ、はいね、ありがとう。みー、こんにちは。先生、こんにちは。ありがとう。牛タン、こんにちは。えにょ、ほわん、こんにちは。せいさん、みちゃん、あっきー、松村さん、こんにちは。先生、祝、ありがとう。お昼休み、みんな。先生、お花ありがとうございます。みんみん、こんにちは。ゆきたん、こんにちは。先生、今日ありがとう。リアスティ、こんにちは。あきたん、こんにちは。弁当食べてた？ぺけ、こんにちは。ささびきゅん、ありがとう。ABPM、こんにちは。フック、こんにちは。ありがとうございます。大笑いしたよ。ほんと？ダフンダいけてた？大笑い。大笑い。あれで大笑いしてくれたの。
岩友翔さん、えみちゃん、シロンさん、こんにちは。みやび、こんにちは。こんにちは、ありがとう。ダフンだ。おはいいねね、ありがとうございます。今日もね。さっきありがとう。かわよきさん、こんにちは。大木さん、こんにちは。インサイ、こんにちは。食べぼぼキュン、ありがとうございます。ナナミン、こんにちは。どうもね。あ、ゆうすけ、キュンパありがとう。キュンキュンパー。先生、花束ありがとうございます。そうたのか、こんにちは。家族、こんにちは。タカさん、こんにちは。ありがとう。ナミラブ、こんにちは。写真なんかさ、設定によってはさ、表示されないものがあるんですよね。なんでなんだろうな、よくわからないんですよね。うん、なんでですかね。ずっこさん、こんにちは。伊藤さん、こんにちは。たかさん、しのの皆さん、謎です。ゴン太郎テイテイ、こんにちは。ケンソリセブン、こんにちは。サイルチさん、こんにちは。謎が謎を呼ぶ。謎が謎を呼びます。ん？
それかバグ。バグが起きてるか。こんにちは、ありがとうございます。りょうりょう、こんにちは。なんか表示されないバグ、なんかね、リプとかもね、全部表示されてなかったりするんだよね。だからね、気づかないやつとかもある、普通に。うん、ていてい、ありがとう。そう、出てケンパ、ありがとうございます。ある、SNS あるあるですね。てんさん、今日ありがとう。おふるさん、こんにちは。たまきゅん、ありがとう。そんなに確認しなきゃいけないんだ。え、やばいね。そんなに、そんなになのか。3月15日からのコメント見れるの？え、なんかそれなったよ、私も。なんか3月15日のコメントしか表示されてない時ある。あれ何？最新のコメントが3月15日みたいな。3月15日に何かあったっけ。見返してるの。自分のコメント、給料日。686、ありがとう。686、
ヒカルキューありがとう。700まで確かにね、いけないね、残念ながら。はじめさんこんにちは。ラマタコこんにちは。ロックス693日ロックサロキュロキュロキュさん、1年記念配信ね、できてない人いっぱいいるよね、私以外にも。すがちゃんこんにちは。こじこじこに、電車さんこんにちは。おはるこんにちは、ありがとうございます。スタジオ足りたかった。そっか、そうだよね。何時ぐらいまで、2時前とか。本こんにちは。わかきゅんありがとう。TK トンクラさんだるまありがとう。ディアスもキュアありがとう。ワカもキュンパありがとう。ホアンさんキュアありがとう。TK トンクラさんだるまありがとうね。ありがとう。リエコちゃんもこんにちは。袴姿の女の子ね、最近よく見かけますよね、袴姿の女の子。かわいい、いいね、袴。あっちゃん、キュンありがとう。袴着れる。あ、そうなのか。私は
釣りうさこねちゃう。他もね、小学生の卒業式の時に来た気がする。え、確か、え、確か、確か、うん、え、やばい、記憶がやばい。え、でも絶対そうだな、絶対そうだ、絶対そう、うん、え、そう。29日メンテナンスは配信できない。え、29日メンテナンスの朝、マジ？え、何時まで、何時から何時まで？10時まで。え、そうなんだ。え、あ、29日か、あ、29日か、最後の日か。今28日かと思った。29日か、焦った焦った。28日はさ、やっぱできるとしたら日中とかかなと思ってたからさ、焦った、1日間違えてました。テーマこんにちは。29日23時59分59秒まででしょ、確か。なんで、え、22時まではメールとかじゃないっけ。え、まひろさん、かべさん、こんにちは。だよね、いろんなやつね、それぞれ違うからね、時間ね、ややこしくなるよね。75528までか、そっか、75も29日まで？あれ？どれだ？
29日まで？違いました。 確かになんで7高校だっけ28なんだろうっていう謎だったけど、やっぱそうだよね。 そうだね、ファンレターとかプレゼントは31日までですね。そう。よしんさん、バラありがとう。リュウさん、こんにちは。そうだね、ちょうど1週間ぐらい。手紙書く。ありがとう。手紙とプレゼントは31まで、SNS 系は29日まで。マニマニ、こんにちは。頑張って読んでね。 読むの楽しみ。お仕事行ってらっしゃい。しゅうくん、こんにちは。いや、私もわかんないですね。実感は、わかんないです。かなかな、こんにちは。いや、でも私自身も本当になんか終わっちゃったらなんかどういう感情になるんだろうっていうのはなんかね、多分自分でもね、まだ想像できてないと思います。なんか、どう、そう、受け入れていくんだろうみたいな。
そう、だから3月30日がなんか不思議な日になりそう。なんか「ん？ん？」みたいな「え？」みたいな、なんか自分誰になった？みたいな なんか なんて言うんですかね、なんかねえ、それこそこうぽっかり穴が開いたっていう表現が本当にドンピシャで当てはまるような感じになるのかもしれない。そう でもなんか本当にわからない。ね、なんか気持ちの整理をさ、つけるのになんか1ヶ月ぐらいは、でもどうなのかな、どう1ヶ月で足りないかな、なんか本当になんかその辺はね、そうなってみないとなんか分かんなさそうだな。またなんか悲しい話になってしまう。なんか最近悲しいこの話題になりがち なりがちだよね なんかさ、前はさ、なんか毎回この話題話この話してるみたいなのなかったっけ、なんだっけ、毎回この話してるよねみたいな、なんだっけ、なんかあったよね、またこの話題かみたいな、なんだっけ、何の話題だっけ、なんか前さブームあったよね、またその話みたいな、蒙古タンメン蒙古タンメン、蒙古タンメンだ そうだそうだ なんかそれ並みになんか最近この話題になっちゃうね。そうだもん。蒙古タンメンもさ、っていうかさ、一応さ 一応さ、蒙古タンメントマト持ってるんだよね、一応 一応持ってるんだけど、そうっていう じゃあ最終日に食べるか いや、トマトの方、トマトの方、蒙古タンメントマト、なんか新しく出たみたいな、新しく出たっていうのあるじゃん、蒙古タンメントマト、それが一応あるのね、一応持ってるの天さん、急にありがとう なんかそう、なんか、なんか私も忘れてたの、なんか持ってたこと、持ってたことを忘れてて、でも、なんかせっかくだったらね、
かくだったら配信で食べなきゃでしょみたいに今思って。最終日に食べるか。はてなはてなってなるよね。 食べるか。最終日さ、配信何してほしい？まあさ、それはさ、なんかただ蒙古タンメンを食べた、はい、ごちそうさまでした、で、終わりっていう配信ではないよ、それはね。それはさすがにそれではないけど、何してほしいとかあります？でも蒙古タンメン食べるのは夜ですね。リフティング？ リフティング？シュムージー？マイクを置く。ちょっとね、5時から24時まではね、ちょっとできないんだよね、ごめんね。テニスウェア？確かになんかさ、全部盛りしたいよね、なんかできることは。なんか、普通がいい。普通がいい。カロス。幸次郎さん、キュンありがとう。話？振り返りとか。幸次郎さん、キュンありがとう。幸次郎さん、キュンパありがとう。時間ね、何時間あれば全部盛りできるかな。ミヤンギャ。あ、もうお昼休み終わっちゃうのか。またね。あ、ミャオ。ミャオ。ラストミャオ。ねえ。仕事休む。なんで？多分夜だよ。別にそんな、まあ夜お仕事って方はちょっとあれかもしれないけど、多分夜だよ、配信するのは。日中は多分配信しないかな。
4人いる対策こんにちは。ここから休み取りました。4人いる対策キュン、ありがとう。会長に悩みますね。やっちゃん、キュン、ありがとう。やっちゃん、たま、キュン、ありがとう。あ、たま、水ありがとう。水？光る10クローネ、ありがとう。カラオケしたら赤瓶残らない？あ、映像倉庫？え、でも映像倉庫からも私って映像倉庫には残るの？私が卒業した後も。え、じゃあ卒業したメンバーのショールームはまだ見れんの？映像倉庫で。テーマ、バラ、ありがとう。へえ、そうなんだ。じゃあカラオケはカラオケだけみたいにすごいの？ぶっ通しとかじゃなくて。そういうことなのか。カラオケの部、なるほどでやんす。
じゃあまあこれじゃ。あ、もうお昼休みが終わっちゃった？昼休みが終わっちゃったでやんす。やにるてさっきありがとう。から増やす。休憩でやんす。ぶんぶんのいなりこんにちは。手紙郵便する？思わなかったやんす。そっか。きんにゃんこんにちは。え、たまきありがとう。めっちゃ元気？めっちゃ元気。あずまさんこんにちは。くしゃみが出そうでやんす。出たでやんす。花粉が飛んでるやんす。え、先生キュンありがとう。え、ニールテイさんもキュンありがとう。初めて赤いのくしゃみ見た。嘘。初めて見た。そんなしてなかった、私くしゃみ。絵本キュン光るググありがとう。え、初めて見たの。最近はねよくしてるんだよ私。最近はよくくしゃみするの私。うん、結構ね、くしゃみはね、してます。師匠は最近おらんのです。そっか、師匠の時期か。確かに、なんで師匠なんだっけ、なんか忘れた。なんでだっけかね、なんで師匠なんだっけ、なんで、誰言い出したの。
私？師匠ーみたいな 師匠ーみたいな。なんか師匠がこの辺にいるみたいに言ったんだっけ。私か、じゃあ私か。よいしょ。じゃあ私ですね。私発信だったでやんすか。さすが師匠、花の中にいるみたいな。なるほどね。師匠。メイク？あ、40分とか？確かに。なんかタイムアタックしてたよね。なんで師匠なのかと思ってた。あ、そういうこと？確かにない。確かにのえ。メイク配信もあと何回見る？確かに。何や、いっぱいついちゃう。いっぱいついてます。いっぱいついちゃう。やっちゃん、キュン、ありがとう。キュン。キュン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 。キュン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 。キュン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 。
エテンさん光る急に。なんかメイクするといつもいつもなんかね、なんでもないいつもなんでもない。先生、キュンありがとう。はい。でこれ息止まる。そうだね、息止めてるわ。ヘアオイルありがとう。髪の調子はどうですか。ヘアオイル使ったら良くなるはずだもんね。髪の調子がね、良くなるはずでやんす。あー、駅伝、確かにメイク駅伝したね。メイク駅伝、ゴンタ坂、ゴンタ坂。今日って何日だっけ、 22? 今日22日か。ん？ 22? ん？ 22 日か。322早いなぁ、時の流れって。なんか早すぎ、なんか早い、なんか気づいたら本当に、気づいたらな、気づいたらなんかねって、不思議な気持ち、不思議な気持ちになっている。早いよ。早い。早すぎ。なんかさ、時が流れるのって。まあ嬉しい時もあるけど、なんかな、こう何かが変わっちゃう、何かが終わっちゃう、そういう時の流れはやっぱり辛いのかな。いろいろと、そうだよね。
なんか寂しくなってきた、急に。急に寂しくなってきたです。猫になりたい。おめでとうさ、キュン、ありがとう。おめでとうさ、メンマちゃん、キュン、ありがとう。猫になれば。みんなで猫になろっか、じゃあ。みんなで。どう、この提案。猫耳、猫耳買ってきて。猫耳ね。あ、犬もいる。犬がいるやないかーい。ワンちゃん、ワンちゃんがいるやないかーい。ゴロ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 。転生、転生したら猫。毛が生えてきた。何その猫、カオス、カオス猫、なんだその猫は。猫。カオスでやんす。着替えてきた。でもね、きっと大変なんだろうな。そう、何になっても大変なんだろうな。食べ坊キュン、ありがとう。大変、大変。猫の世界もね。そうですよね。なめんにゃ。なめんにゃ。ね、何猫でも血
っと大変だろうね。家猫でも野良猫でも絶対大変でしょ。え、赤い父さん、タコありがとう。なめ猫懐かしいね。あったね。なめ猫って今で言う何みたいな存在？え、知ってる。え、テーマ、バラ、ありがとう。しまじろう、しまじろう、しまじろう結構大きくないか。何十年も昔の話なのあれ。え、でも普通に知ってるよ。普通に知ってます。全然余裕で。あつ森。じゃあ結構早い。物事知ってますよ。ほんと。物事。物事知ってます。中島一郎さん、こんにちは。昭和。昭和。でもさ、なんか何でも知ってたいじゃんね、やっぱり。なんか単純に知ってたい。なめ猫好き？先生、そんな昔、前世というほど。私前世何だったんだろうね。確かにさ、前世気になる？前世とかあんのかな、本当に。あるんですかね、前世いうものは。
ある？気になる。前世知りたい？まあ、知ったらさ、もう一つの話題になるよね。前世を知って、まあ、自分をなんとなく納得させるか、それかなんか話題、話のネタが増えたみたいな。あっちゃんキュン、ありがとう。そんな感じになるのかな。あ、ポエマーだから。じゃあ、なんだろうな。でもさ、その前世をさ知ってさ、あ、だから自分こうなのかみたいなさ、納得できたらさ面白いよね。やっぱなんか引き継いでんだみたいな。あ、先生キュン、ありがとう。うん、虫。前世前だろうと。でもなんかさ、そう考えるとさ、本当になんか自分がなんか存在している事実ってなんか不思議だなって思わない？なんか、今ここに存在してるんだ、自分という人間が。そう考えるとほんと不思議、ほんと不思議よね。不思議だね。人間って不思議だ。ね、本当不思議。だってさ、本当はさ、本当かもわかんないけど、何かが違えばさ、なんか猫が
主役の世界だったかもしれないしね、なんかこう人間がいなくてみたいな、ね、猫の社会不思議や。なんか昼間なのにこんなこと考えちゃう。なめくじ。たまたまね、人間がなんかいろいろ作ったりとか、いろいろやったりしてるけどね。なんかこういうの考えるのってよくさ、夜中とかさ黄昏る時とかなのに、なんか普通に昼間本当不思議だな。よく考える。なんか人生とはみたいに考えちゃう。やっぱさ、こういうなんかこう人生の分岐点じゃないけど、なんかこういう節目とかになるとさ、そういう風に考えちゃうのかな。なんか私はそれこそさ、卒業してみたいな、なんか。なんか春だから変化の季節だからかな。春ってなんかやっぱ変化の季節って感じ。もし自分自身に何も変わらなくても、ね、人生みんな分岐点。分岐点。新年度になりますね。みんな分岐って、そうなの、分岐点に巻き込んでしまった。ねえ、テンさん、キュン、ありがとう。推しが卒業するという分岐点。
やっちゃん、キュン、ありがとう。人生って何なんだろうな。エテナキュン、ありがとう。人生は不思議だ。テンさん、キュン、ありがとうございます。キュン。ってなっちゃう。たまにそんなことが。ガリちゃんに出会うこと。1秒後の自分。人生とは。人生。人生一度きりっていうさ、なんか人生一度きりなんだから、ほにゃららほにゃららみたいなさ、言葉よくあるけどさ、なんかそうだよね。でもなんかこう踏み込めない時とかあるな。ね。光、天さん、キュン、ありがとう。すごくね、悩むよね。いや、悩む。悩むよ。力の限り進むだけ。悩むこといっぱいだよね。なんとかなるって、そうね、そういう時もあるよね。悩むよな。
なんくるないさーって、コメントするのが楽しかった。嬉しいね、嬉しいですよ、そう言っていただけるの。よいしょ、ちょっと待ってね、あともうちょっとだから、全然せっせとコメントありがとうございます。本当にね、お話ししてくれて、なんかさ、私とお話ししてくれるってことがさ、なんかすごいありがたい。なんか私なんてさ、私とお話ししたいってさ思う人なんて、なんか本当に少ないだろうなっていう、なんて言うんですか、なんか本当にありがたいですよね。私なんかとお話ししてくれるんだっていう、なんかそう改めて思う。私は口下手だし話上手じゃないし、なんかね、結構マイナスな面も多いんですけど、でもなんかね、そう、私と話してくれるっていうなんかもう、そのすごいシンプルなことなんですけど、すごいありがたいですね、改めて。なんか本当に思うよ、自分で。いや、なんかさ、いや、なんかそこまで言うみたいなさ、感じかもしれないけど、なんか本当に私は、もう、客観的にね、客観的に見て。コメントは饒舌だけど本当私のことなんかを大好きになってくれるっていう、もうそれが奇跡だよね。なんか本当に、
ありがとう。だってさ、なんか誰かのことを大好きになるってさ、なんか簡単なことじゃなくない？なんかわかんない、私の中ではなんかそういうイメージ。なんか誰でもすぐ大好き、なんか大好きのさ、その感じ方のいろんな違いにもよるだろうけどさ、誰かのことを大好きになれるのってなんか本当にね、そう、こんなになんかそう嫌、なんか なんつう説明すればいいんだ、こんなポンポンとできるものじゃないと思ってるんですけど、なんかそんな中でもね、そういうふうに言ってくれることがなんかほんと奇跡起きてるみたいな、奇跡起こしてくれてるのみたいな、ほんとそういう気持ちですね。アイロン。あ、シュタロー シュタローチャンス。テイさん、キュン、ありがとう。ありがとうございます。そう そう、シュタローもなんか人気なんだよね。なんかなんでそこ人気になるんっていうのがなんかすごいみんなにウケるからさ、いつもわかんないんだよね。なんでみんなシュタロー好きなの？ マジで謎。そこみたいな。ね、本当に、なんでって。なんか、まだに、みんなのね、ツボをね、ちゃんとね、分かりきれてないのがね、本当に悔しい。太郎はイケメンだから。あ、そうなの？みんなイケメンがいいの？ かが違う。ああ、確かになんかさ、女性の思う可愛いと男性の思う可愛いは全然違うよね、本当に。本当違うよね。マジで。だからさ、男性カメラマンが選ぶアイドルの写真と女性カメラマンが選ぶアイドルの写真ってなんか全然違うよね、本当に。なんかだから私はそう、あ、この写真選ぶんだみたいな、なんかさ、そういう時あるよ。なんかまあ自分のに限らず、こういろんなアイドルとかのなんかいろいろ写真とか見てても、あ、こういう写真が男の人にはね、いいんだみたいな、なんかそう、なんかそういうのよくある。それは永遠の課題なのかな。そうなんですよね。
そうなの。深い話。今日深い話多いね。今日の配信。深く掘っていくね。深掘り。なんかでも確かに昼間の方がなんだろうね。なんだろうね、なんかこう昼の方がこう何気なく話してんのかな。なんか夜はよし配信って感じだけど、なんか昼は分かんない、昼もよし配信って感じだけど、何気なく話しちゃってんのかな。なんだろうね。なんだろう。やっぱお昼って世間話したくなるのかな。なんだろうね。なんだろう。なんかサブチャンネルみたいな感じ。そう井戸端会議。井戸端会議してるよね。井戸端会議。エンテンさん、キュン、ありがとう。よいしょ。よいしょ。あ、2時になってた。ではランキングを読んでいきたいと思います。あれ、私何分から始めたっけ。12時17分とかだっけ。何分から始めた。あ、12時17分。 OK。 どうも。ではランキング読んでいきたいと思います。13位が AK です。ありがとうございました。13位 AK。 そして、12位が、カゴーさん、ありがとうございます。カゲソンだった、ごめん。11位がホアンです。ありがとうございました。11位、ありがとう。そして10位がシロンさんです。ありがとうございました。10位シロさん。そして
9位が、ミロさんです。ありがとうございました。会場で応援します。うん、一緒に楽しもう。そして8位がタマです。ありがとうございました。タマ8位。そして7位が、テーマでした。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。出会えてよかった、ずっと好きだから、ありがとう。そして6位がケンソリセブンさんです。ありがとうございました。自分にとって唯一無二のアイドルだよ、本当。イエイ、ありがとうございます。あ、やった、配信ありがとう、ということでありがとうね、またね。5位がひのにゃんまるです。ありがとうございました。5位、おめでとう。配信お疲れ様、楽しかった、ありがとうね、また来てくださいな。今日はまったりしました。今週ありき、うん、今週もね、よろしくね、ありがとうね。4位が海蔵さんです。ありがとうございました。海蔵さん第4位、おめでとう。そして第3位がさっきーさんです。ありがとうございます。さっきーさん第3位、イエイ。そして、あ、私も猫になりたい、ゾウさんか猫かどっちね。お絵かきして、あ、お絵かきしてくれてるの、またありがとう。またね、深いお昼時間ゆねでてもっと深く考えます。出て幸せです、ありがとうございます。私もです。2位がヒカルです。ありがとうございました。ヒカル第2位、おめでとうございます、ありがとうね。そしてゼロポジ第1位が先生でした。ありがとうございます。はい、ありがとうね、夜も楽しみしてるやつ、またにゃー、ずっと好きでやんすにゃとやんす、ありがとうございます。確か日課で見る下郎もね、下郎も登場、深い話楽しかった写真載せたけど、うん、見れたよ、ありがとうね、うん、よろしくです、ありがとうございます。みんなもね、パチパチありがとうございました。ではまた夜に配信します。ありがとう、じゃあね、バイバーイ。